黄金色も、コ金色も、黄金色層、A、ゴールデンアルジー、クリスファイツは、不透毛植物門に属する単細胞層類の一群である。分類上は、黄金色の綱、クリスファイシとして扱われる。大部分が、淡水に分布して光合成を行う、独立栄養生物であり、光合成色素の組成により黄色に見えることから、この名がついた。その反面、一部には、 葉緑体を失って、従属栄養生活を送る無色の生物も、ま、れる。およそ120属1200種が含まれる。黄金色もの多くは単細胞有衛性の微細藻類である。オクロモナスやクロムリナのように、光学顕微鏡で観察可能な2本の弁毛を持つ弁毛虫の形態を取るものが多い、さず、いずれの黄金色もも、 細胞の大きさは、数マイクロメートルから数十マイクロメートル程度である。他の不透毛もと同様、全弁毛は感情を焦げを持つ。五弁毛は単弁毛とも呼ばれ、一般に全弁毛よりも短い。細胞内には、弁毛装置から伸びる R、ルート1から R4 と呼ばれる4系統の弁毛根が、走り、弁毛根の配坑や、これを形成する微小管の本数は、 小金色もないでの分類を決定する形態形質である。小金色もは従属栄養のものを中心に食作用を行う生物があり、そのような種では細胞口、捕食カップの開閉に R3 が関与する。多くの小金色もは特別な細胞外非構造を持たない。不動で休憩の種は細胞壁を持つ場合もあるが、多くの弁合中体やアメーバ体の細胞ではこれを 核。分子状の軍隊を作る鞘繋ぎ、や、金塩族のエピピクシス、などは、ロリカと呼ばれる、筒状、円錐状の殻を作る。計算室の臨片ンンを作るシヌラもの仲間、シヌラ元寄せヒゲムシ、マロモナス、ミノヒゲムシなど、は、近年別のグループとして分離する意見もある。口術が、それ以外の黄金色もでも、パラフィソモナス、やクリソスファエレラ、が発達した。 計算銀ペンオズ。不動の軍隊を形成する種では、細胞外マトリックスとして、観点質を分泌するものもある。黄金色もの名前の通り葉力体は黄色で、光合成色素としてはクロロフィル A、C が含まれる。クロロフィル以外に、アルファベータイプシロン、カロテン、フコキサンチン、ゼアキサンチン、ビオラキサンチン、クリプトキサンチン、ディアトキサンチン、 ディアディノキサンチンなどのキサントフィル類を含有する。葉緑体は構想の二次強制に由来し、酔え膜である。災害膜は核膜と連絡する。多くのコガネ金色モは細胞内に細胞核を挟むように二つの葉緑体を持つが、パラフィソモナスやスプメラといった生物葉緑体を二次的に失っている。このような従属栄養性の生物はコガネ金色モと呼ばれつつも無色である。 ミトコンドリアのクリステは、感情クリステである。メテンを持つ種もあり、五弁毛の基部に近い部分の葉緑体内に、色素顆粒が配列する。貯蔵物質は、クリソラミナラン、ベータ1、サングルガンである。他には、ゴルジカラダや収縮法などが細胞内に含まれる。計算臨ペンをつける種では、葉緑体の近傍に、計算沈着症法。 シリカでパッシャンベシケル SDV を持つ。小金色もは主に上手のオクロモナスのようなベン弁ム虫の形態である。オクロモナスやマロモナスなどは単細胞のまま遊泳するが、シヌラやウログレナのような球状軍隊、右写真、サヤツナギのような樹状軍隊、冒頭写真、サイクロネキシスのような環状軍隊など、様々な形態の軍隊を形成して遊泳するものも多い。 一方、軍隊であっても、アンソファイサ、ように固着性で不動のものもある。一部の黄金色もは、生活感の中で、弁合中型の他に、アメーバ型の細胞となり、分岐する加速を持つようになる。クリソアメーバ、やリゾクリシス、が、その代表例である。ミクソクリシス、は、より複雑な生活感を持っており、変形菌のような多角のステージを含む。 かつてはこれらのアメーバ体のコガネイロモは、クリソアメーバメ、として、ひとまとめにして扱われていい。以前はリゾクロムリナ、もここに含められていたが、後に、弁毛細胞の形態に基づき別図が、陸中化、モズナに移されている。他に弁毛を持たない、主に球形のコガネイロモもある。粘液質のマトリックスに埋まっているクリソサッカス、や、細胞壁を持つクリソスファイラ、などである。 糸状や海上の軍隊を形成するファエオプラカ、寒点室の樹状軍隊を作る水オ、のような属もある。これらのような不動の細胞の属は様々な目に分散している。一般的には無償的な二分裂で増殖する。鞘つなぎの一種であるなどでは同型ハイグルによる有性生殖が知られている。この場合、有性の配偶子となる細胞がロリカから出て遊泳し、 姿勢配偶子のロリカ中で接合、アメーバ体を経て、スタトスポア、スタタスポー、スタト方シともと呼ばれる球形の接合子を形成する。この種を含め、コガネイロモのスタトスポアの細胞壁は、計算室である。古くは、コガネイロモは、不透明植物門の中で形相のような明確な特徴を持つ単細胞もと、多細胞である滑走を除いた残りをすべて含むグループであった。 しかしその後、色素組成や細胞構造などに基づき、複数のグループに分割されている。ただし未だに、小金色もには、分子系統解析などから指示される競技の小金色もと、系統的一の不明な不透網もの寄せ集めとが混在しており、純然たる単系統群ではない。いくつかのグループは、知見の蓄積とともに、小金色もから切り離されつつある。かつて、 小金色もに含められていた不透毛植物には以下のものがある。現在はいずれも不透毛植物門の別綱として、小金色もと同等の分類階級に位置づけられている。各軍の概要は、不透毛も分類と各軍の特徴を参照。また、ハップと植物門を形成するハトモと桃古くは、小金色も綱に含められていた。分離されたのは1962年。 クリステンセンによる、である。炭水域に生息するものが多い。前述のディクチオカモやペラゴモ、パルマモなどのグループの分離に伴い、海産のものは、オクロモナス属やパラフィソモナス属の一部、他少数の属のみとなった。淡水の死水域では一年を通して見られるが、シヌラやマロモナスなど計算室の臨変を持つ、ネ金色もは陶器に優先する傾向にある。 葉緑体を持たない種はもちろん、サヤツナギやエピピクシスといった属は、光合成と共に多生物の捕食も行い、炭水の消費者として機能している。従属栄養性の種は食作用によりバクテリアや他の藻類、原生生物などを捕食している。スプメラの一種では、ともぐいも知られる。黄金色もが産業的に利用される局面はあまりない。ウログレナやサヤツナギ。 シヌラモの仲間は、これが水源で発生すると、水道水に、特有のキュウリ臭を与えると言われている。これはある、種のアルデヒドやケトンの生成による。ウログレナの一種は、大発生して、ブルームを形成すると、有毒な脂肪酸を産生して、魚に害を与える。意識的に人の目につくこと自体が少ない藻類で、あるが、千葉県富津市、竹岡の光もは、黄金色もが、 国の天然記念物に指定されている旧な例である、右写真。これは、半日影の祠にある池の水面に細胞が並び、名前通り子が音色に輝いて見える景観が特徴的なものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。